あるところに小さな夢がありました。誰が見たのかわからない、それは小さな夢でした。小さな夢は思いました。このまま消えていくのは嫌だ。どうすれば人に僕を見てもらえるだろう。小さな夢は考えて考えて、そしてついに思いつきました。人間を自分の中に迷い込ませて世界を作らせればいいと。一番目アリスは勇ましく、剣の片手に不思議の国、いろんなものを切り捨てて真っ赤な道を敷いていった。そんなアリスは森の奥、罪人のように閉じ込められて、森にできた道以外に彼女の誠意を知る術はなし。二番目アリスはおとなしく、歌を歌って不思議の国、いろんな音を溢れさせて狂った世界を生み出した。そんなハリスはバラの穴、イカれた男に撃ち殺されて、真っ赤な花を一輪咲かせ、みんなにめでられ枯れてゆく。三番目アリスは幼い子、綺麗な砂がって不思議の国、いろんな人を惑わせておかしな国を作り上げた。そんなアリスは国の女王、いびつな夢に取り付けられて、こちょく体に怯えながら国の頂点に君臨する。マリナカ道をたどったり、バラの木の下でお茶会、お城からの招待状はハートのトランプ。四番目アリスは双子の子、好奇心から不思議の国、いろんな扉をくぐり抜けて、つい先やってきたばかり、気の強い屋根と賢い弟、一番アリスに近かったけど、二人の夢は覚めないまま、不思議な国をさまよった。